シャロン・オズボーン、シャロン・オズボーンはイギリス・ロンドン出身。オジー・オズボーンの妻として有名だが、オジーのマネージャーであり、音楽プロデューサーでもある。シャロンの父親は、ジェットレコードの社長ドーン・アーデンである。彼は、契約を交わすためなら、手段を問わず、ミュージシャンに正当な報酬を支払わないこともあり、悪徳マネージャーとして、音楽界では有名だった。 彼がブラックサバスのマネージャーも務めていたことから、シャロンはオジーを知るようになった。その後、サバスを首になり叫びたりになっていた、オジーのマネージメントを手掛けるようになり、彼のソロキャリアを成功させる手助けとなる。また、前期のような理由等から、父ドン・アーデンとは長い間、絶縁状態だったが、オジー・オズボーンがブラックサバスを脱退し、活動の拠点をアメリカに移して、以降、 徐々に関係を再構築していった。オジーとは1982年に結婚。エイミー、ケリー、ジャックの3人の子供がいる。結婚してからも、オジーの状況は良くならず、ある日、シャロンは酔った、彼に首を絞められて殺されそうになったことがあるという。オジーはその後リハビリ施設に入り、以来、オズボーンズで見られる通り、2人の仲は睦まじいものとなっている。 近年は大腸がんが発覚したり、強盗にあったり、自宅が火事になったり、子供たちがドラッグ問題で入院するなど波乱万丈である。また、全身を整形していることでも知られている。1996年にはアスフェストを企画し、ヘビメタル系の音楽フェスティバルとして絶大な人気を誇っている。1999年にはスマッシングパンプキンズのマネージャーになったが、 翌年辞任している。2006年には自身のトークショー、シャロン・オズ・ボーンショーを持っていたが、視聴率がかんばしくなかったためにすぐに打ち切られた。2004年からはサイモン・コーウェルらと共にイギリスのオーディション番組 X ファクターで審査員を務めた。ありがとうございます。